はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪メダルで歌う喋るジバニャンワンマンショーを紹介します。このおもちゃの遊び方なんですけど、このジバニャンの腹巻きをめくって妖怪メダルを入れます。なんか妖怪ウォッチみたいな仕組みですよね。で、妖怪メダルでジバニャンが歌うっていうことで、歌メダルを入れるとジバニャンが歌を歌ったり特別なことを言うぞ。妖怪メダルで召喚ソングの替え歌を歌うことも、これ面白いですね。で、次がセリフですね。500パターン以上の言葉を喋ります。すごい。妖怪メダルを入れるとその妖怪のことをジバニャンが喋ると、一つのメダルでいろんなセリフを喋るみたいです。すごいなこれ。3つ目が占い。妖怪メダルで占いが聞けちゃう。メダルに対応した妖怪占いもしてくれると。入れた妖怪メダルによって答えはいろいろ。これジバニャンのセリフは、君の運勢が見えてきたような気がするにゃん言うてますね。で、4つ目が短歌。妖怪メダルで短歌も聞けちゃう。勇ましの妖怪たちは強そうにゃん言うてますな。ジバニャンが短歌も呼ぶんや、すごいなこれ。5つ目は組み合わせですね。組み合わせで喋るレアなワードもあるみたいです。なんかおしゃべりジバニャンよりかなりハイテクですね。で、このおもちゃですね、妖怪メダルが2枚付属、ジバニャン歌メダルともう1個が今はハテナになってますね。価格がちょっと高めの5800円で、発売日10月中旬頃です。